米国のポンペオ国務長官が予定を変更し、日本のみ訪問することになった途端、韓国を訪問予定だった安部長も訪韓を取りやめたようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。韓国、米中間の牽制手段に転落。中国のワン・イー外交担当国務委員兼外交部長の韓国訪問計画が暫定延期されたことが分かった。マイク・ポンペオ米国務長官の訪韓が突然取り消されたことと無関係ではなさそうだ。外交消息筋は5日、ワン部長の即座の訪韓は難しいと見られるとし、今後の訪韓日程を再び決める予定と明らかにした。当初、韓中外交当局はワン部長の訪韓日程を12から13日とし、細部の日程を調整してきた。ワン部長は菅義偉新日本首相のため日本を訪問し、それとともに訪韓を推進してきたが、訪日計画が10月中旬に調整され、韓国訪問日程も延期されたと伝えられた。一部ではポンペオ長官の訪韓計画が延期されたことがワン部長の日程に影響を及ぼしたのではないかという観測も流れている。当初、ワン部長の訪韓計画をめぐり、ポンペオ長官に対する対抗性の動線という分析も提起されていた。ポンペオ長官は4から6日東京で開かれる米国、日本、インド、オーストラリアの4カ国安保対話クアッド外相会議に出席した後、7日に韓国へ移動する計画だった。ポンペオ長官の歴訪が中国包囲網構築にあるだけに、ワン部長としては韓国訪問を通じて米国を牽制する必要性が大きい状況だった。しかし、ドナルド・トランプ米大統領が新型コロナウイルス感染症コロナ19の陽性判定を受けた後、ポンペオ長官の訪韓が延期されたため、ワン部長も訪韓日程を調整した可能性があるということだ。米中外交のトップが相次いで訪韓日程を延期し、韓国政府としては直ちに米国と中国の2国間対立の圧迫負担は軽くなったものの、両国の間で揺れ動く韓国外交の現実があらわになったという声も出ている。訪韓を取り消したポンペオ長官が訪日は計画通り推進し、日米関係と対比される韓米関係のギクシャクした現実が訴状に載せられたためだ。ポンペオ長官に続き、ワン部長も訪韓を延期し、韓中関係も中国次第という側面が明らかになったわけだ。一方、ポンペオ長官は5日、韓長官との電話会談で、やむなき事情で訪韓を延期したことについて了解を求めたと外交部が明らかにした。韓長官はトランプ大統領の速やかな会議を祈るとし、ポンペオ長官の訪韓が延期されて残念だと伝えた。それでは韓国さんの反応です。無駄に独り飯しました。社会というものは特に大したことない人間とは対話する必要を感じないのが一般的だから、他人が悪いから仲間外れにされるのではなく、共に交流しても何の意味もないと考えるので、ただ付き合ってくれないだけ。ムンジェイン、寂しい星回りのようだ。韓国は全世界でいじめられっ子だね。やっぱり日本だね。中国、アメリカがみんな日本を好むんだね。存在価値を際立たせた日本、寄り道を際立たせた韓国。国際社会では韓国大統領の認知度は認められていない現実。パククネ政府では習近平まで認めて中国に招待を受けたりしたけど、当然だろ。韓国がアメリカに捨てられたら、中国は韓国を人扱いもしない。後で韓国は孤立すると思う。本当に大韓民国の大統領一人選び間違えて亡国の道を行くようで心配になる。国のトップが中国、北朝鮮の機嫌を伺い国民の生命をも無視するのでは、大韓民国が軽々しく見えるでしょう。親米に、日本にはアメリカも中国も行くのに韓国はパスだ。何か感じることはないのか。何ができるのか、この政府は。外交は外交でめちゃくちゃ、経済は最悪、政策ごとに庶民を殺し、実生活は不便。こんな足りない政府は本当に初めてだ。
一体何を考えて生きているのか。安保はアメリカ、経済は中国などといったアマチュア的な話ばかりしている青瓦台のせいで、大韓民国が両側から見放されるようになった。来年の成長1位国と認められたことは記事も出さず、トランプ政権が非常事態なので来られないだけなのに、こんな風に国を罵倒し、両国が小さな大韓民国に気を使う、それ自体が韓国の国力ではないか。我々は、お前らが書いた記事よりはるかにいい国だ。しっかりしろよ、ゴミ記者どもが。記者よ、ゴミを書くな。韓国がそれだけ重要な位置であることは、学校の教科書にも出ている内容ではないか。地位が落ちたのではなく、以前から重要だったし、今は、もっと重要になった。来たるって言ったのに来ないって?今、あなたたちと相談するほどの大きなイシューもないからそうしてください。コロナのせいで外国と行き来するのも怖いです。コロナが静かになって、韓国に、いい贈り物がある時に来れば、もっといいです。ということで、アメリカが韓国を訪問しないなら、中国としても韓国に行く必要はないかなって感じでしたね。今までは、アメリカと中国が、韓国に対して、どっちにつくんだって感じだったのが、アメリカが韓国を引き込まないなら、中国としても韓国はいらないよって感じに見えちゃったんですが、どうなんでしょうか。今までは、トランプ政権としては、対中政策に韓国も重要だと考え、韓国を引き込もうと考えていたのが、韓国は、もうどうでもいいかなって感じで、韓国の重要性はあまり高くないと、考えを改めたのかもしれません。それに対して、中国としては、米国が訪韓し、その内容を見た上で、韓国に文句を言おうと思っていたのに、それがなくなったら韓国に行く必要もなくなっちゃったって感じで、結果、韓国が両国から見捨てられたって感じのようですね。コメントでは、ムンさんの文句を言う人が多いですが、絶対、この文句を言っている人の中にも、ムン政権に投票した人がいますよね。まあ、それはどうでもいいんですが、面白いなと思ったコメントが、韓国が重要な位置にあると教科書に出ているとか、本当にどうかしてますよね。重要かどうかは、韓国さんが決めることではなく、相手が決めることなんじゃないでしょうか。捏造、歪曲、妄想で溢れ返っている韓国の教科書に何が書いてあっても、韓国内でしか通用しない内容であって、今回で言えば、誰も、韓国を重要と考えていないということが、はっきりと分かったんじゃないでしょうか。にもかかわらず、また記者のせいにして、まだ韓国が重要な国だと信じているって、これほど真実を伝えるのが、難しい国って、なかなかないかもしれません。韓国さん?この記事をどう見たら、韓国が重要な国で、今はもっと重要になったと読み取れるんですか?ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。